はい、どうも、イタです。前回に引き続き、今回もやっていきましょう。いやー、ここね、久しぶりに来たね。ちょっとね、花粉症の時期がまだ続いてるね。前回からね、5年が経ったね。で、5年が経って、人口見てみるとわかんないけどね、前回はね、5年前、19万人ぐらいだったと思うんですよ。で、5年経って、4000人。やっぱりね、人口は増えないよね。ね、なんか人口100万人構想計画とか、なんか言ってたけどさ。ね、まだまだ、ほど遠いよね。そうだよね。こうやって、高層マンションね、ちょっくら、どんぐらい建てたっけな。結構建てたけど、さすがにそればっかりだとつまんないし、ね、あんまり効率が良いってわけではないから、ほんと金ばっか使うからね。ということでね、今回はね、なんでこっからね、今回こっから始めたかというと、見ればわかる。見ればわかる。トレインでも何でもいいんだけど、とりあえず進めなきゃ、進めてもな。こういう人見ればわかるんだけど、ほら、すんごいね、乗客数がね、やばいんだよ。ひどすぎる、この多さ。ほら、こいつらもさ、2000人でさ、もう、限界値を超えてんだよ。で、まあ、ここもそうなんだけど、一番やばいのが、こっちの人工島の方で、ね、惜しくも終わってしまった、いた、あずさ。この子ね、736人がね、マックスなんだよ。ほとんどみんな736なの。だからね、効率よくね、乗客をね、乗せきれてないんだよね。だからね、今回はね、そこの改善を、していこうかなと思います。じゃあまずはせっかくだからこっちから行きましょうかね。一回止まりましょう。で、これで、終わってるから運行が。こっから移りましょうか。まずはね、ここのね、あれ、どんぐらい？どこまであず、あずさって。そんなあった。これ一個ずつまた取り外していくの？とりあえずこいつらはさよならしたいんだよね。さよなら。君らもついにうちのゲームから敗戦というか引退ですか。なんか名残惜しいね。なんだろう、現実とマッチしすぎてるよ。で、ここの外周のね、マックスがわかんないんだよね。外周のマックスが、でもね、なんか、すんごいこんぐらが。この子がどんぐらいいたのかね。まあ、とりあえず、金に余裕あるし、配置しとこっかな。とりあえず、もうこちらも売却しちゃおうかね。どんぐらい増える？ 9 億。9億か。まあ。じゃあ、さよなら。間違えないように、OK。ということで、ここに新しい奴らを、作っていきましょう。何が作れる？多分新幹線置けるよね。新幹線、ここ何両だっけ？ 10 両だよね。だから新幹線置けるのがいいよね。いいね。これは燃えるよ。どうしよう。この環状線に新幹線？すごい短い距離だけど。どうしようかね。乗客数が気になるから、908、光がな、結構いいんだな。908だね。決めた。OK。700系。
700系を、なんだ、え、どんぐらいだっけ。まあ、とりあえず、1、2、3、4、5、6ぐらいかな。配置してこう。こうだね。長えな。長えな。で、とりあえずこれで、ダイヤウィザード。え、とりあえず、5時出発にしたいんだよね。あ、待って。あ、でも、通常の速度でも結構速いんじゃない？まず西板駅、停車時間はどんぐらいがいいんだ？まあ余裕を持って30分ぐらい。20で行くから。で、発車時間。まずこちらを5時にして、で、どのぐらいで着くかもわかんないんだよね。でも結構早いと思うよ。4回行けんじゃない？いや、でもいや、もっと行くな。もっと行けると思うよ。俺は。3時間おきで行けると思う。俺は、そう、願う。だからとりあえず8時まで待つか。ちょっとね、通常の速度だとね、1倍速だとね、うん、等速っていうのかな。等速だとちょっと、めんどくさいんで3倍にしました。さあ、3倍。さあ、8時出て11時に着く予定なんですけど、十分余裕っすね。余裕っすね。で、20分ね。で、発車時間。とりあえず3時間おきね。あ、でも間に合うかな？大丈夫かな？まあ、そう願おう。で、11時に出発。いいね、スムーズだね。で、14時。うん。14時に、14時だね。あ、ちゃ。8時間起き。3時間起きだよ。やばい、疲れてんな。で、14時に、出発。で、次、17時。あ、近いな。あーはー。で、次が、17時なんで、5時、だから20時。20時に着けばよろしい。危ないね。結構ギリだね。じゃあこれで OK か。3時間 OK。これがジャストな時間だね。この区間が一番距離があるのかな？これで OK。で、あっちに23時。オッケーオッケー、23時。オッケー。で、23時に出発。オッケー。オッケー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 。できたできた。できました、できました。ということで、あ、これ、まだ続かないよね。OK。OK です。で、これでストップ。で、これ同じように、コピーして配置していきます。お、待って、すんごい利益出てる。配置していきます。はい、配置し終わりましたんで、ちょっとね、これで乗客数がどのぐらいになってるのか、ちょっと見てみましょう。さあ、どうだどうだ？まだだ。さあ、どうだどうだ？ 5 時になりました。はい。998マックスいっちゃったよ。まだ足らない。まだ足らないっすか。なるほど。だもうちょっと、だもう、一つなんか、作って、やらないと分散されないから、やべえな。そんなに利用する？そんなにこの人口と利用する？やっぱ、これだけの大都市だと、すごいんだな。足らないんだ、やっぱ。いや、998だよ。
ほら、8時だよ。8時でもさ、998マックスだよ。23時も998？ バカじゃねえの？時間関係ねえや。マジか。マジか。まあでもまあ他にもう一個作んでね。まあ、それから考えましょう。はい。続きはね、H5K。はやぶさ。東北新幹線だね。うん。これもいいよね。まあちょっとね、N700 系1000番台もね、もう次にね、その、テニス、多いんですけど、まあ、実際まあ、普通に数字的に考えればこっちの方がいいんですけど、やっぱりロマン的にはちょっとこいつも走らせてみたいなっていうところがあったので僕はこちらにしました。さあ行きましょう。1、2、3、4、5、6。OK。じゃあ、これも同様に、まためんどくさい作業、やってきます。全員配置し終わりましたので、全車両かな？ですので、まあちょっとね、ここでね、見つつやっていきましょうか。さあ、行くぞ。どんだ。マックス。マックス。ああ、そう。マックス。ああ、そう。マックス。そうっすか。ああ、そうっすか。マックスか。これでもマックス？こっちとら新幹線やぞ。こっちとら新幹線でまだマックス。1000人近く運んでんのにまだマックス。どんだけ。なんかありがたいことだけど、やっぱりこういうところが多分人口が増えない理由だろうね。なるほど。まだ全然足りないと、そうおっしゃいますか。了解です。ならば、ならと。ならば、ならば、こちら。うん、結構映っちゃったけど、ここのね、この二つの車両もね、もう、引退ですかね。あれ、こいつらって、これちょっと未配、これはもう多分売却すると思うんで、あ、でも定員数1287人だよ。マジ？こっちは ?778 人か。この阪神本線のこれか。これがちょっと足引っ張ってんだな。90キロだし、6両編成だし、778人だから、これより多いやつをちょっと、やっていきましょうかね。とりあえず、こちらね、こちらは、うん、全部、廃線だね。残念ながら。また、一つの、列車が、消えました。特急列車、は、あれかな？特に、乗客は多くはないよな。今は見えたけど、600ぐらいだし。そうだね。超特急だね。さあ、どうします？あ、やまびこちゃんや。東北新幹線 E4系。これいいんじゃない？あ、でも8両か。あ、10両いけた。1046、いけんじゃん。いけんじゃん。いや、また、他もなんかワンチャンありそうだな。1090、あれ ?1040、1046。今んとこ E4系1046だね。そうだね。あれ、最高記録出たよ。あら、あらら。やまびこちゃんいいんじゃない？いいんじゃない？じゃあ行こっか。さーって、やっていきましょうか。まあ、こっちからだね。こっちから配置していこう。さて、お待ちかねのダイヤ設定、行きましょうか。さあ、まずここに着きます。あー、でも同じなんだね。まあでも20分にしとこう、一応。あれ、10分。これってさ、停車時間はどうなの？やっぱ20分って多い方が、
人入んのか、やっぱ。乗ってくるよね。で、多分ね、この状況からするとね、多分4時ぐらいからやっても問題ないと思う。で、一応ね、一応3時間おきでやってみるね。で、よし、行こう。さあさあ、4時、まあ、こいつだけ発射します。全然余裕じゃん。全然余裕でつくな。で、こっちを4時にして、で、7時にする。まあ、長いとこあるから、まずはいいね。まずは、で、7時出発。あ、待って、全然余裕だな。毎週、どうかな。2時間半でもいい気がするね。2時間半でいいね。決定。2時間半。いや、2時間でいける？あれ？ 2 時間でいけた？ちょっと待って、2時間挑戦する？22時出て。ちょっと厳しかったかな。ちょっと厳しかったかな。2時間半でいこう。そう、こっから20分待たなきゃいけないから2時間半だね、これは。2時間半か。なるほどね。4時出て、6時半だから6時10分までに着かなきゃいけない。って感じかな。で、6時半に出ます。で、次は9時に出ますね。あー、でもいいくらい、いい感じだね。はい、9時。おう、あ、やっぱギリギリだな。2時間半だ。で、ここはもう2時間半対応になっているので、これで終了ですね。はい。あ、でも1150人。1100、あれ？ 1140 人だったよね。ちょっとキャパオーバーしてるね。あ、なに？ 1150 人がマックスなの？マックスなんだ。まだマックスなんだ。じゃあ、同じように、待って、配置していきます。全員、置き終わりましたので、じゃあ見ていきましょう。どうぞ。はい、1150、ありがとうございます。マックス、ありがとうございます。1150、はい。なるほど。はい、1150。はい、1150。うん。なるほど。マックス。そんなに、そんなにまだ足んない。そんなに足んない？そんなに足んないか。これはますます地下鉄入れなきゃいけないっていう濃厚説。地下鉄入れなきゃいけない濃厚説。やばいなぁ。そんな足らないっすか。じゃあよく、あ、じゃあ何も、ほんと四六時中満員電車だったの。てか、今もそうか。今も満員電車がずっと。やばいなぁ。やばいなぁ。で、この子。どこが見やすい？ここだね。この子は、まあ、撤去するけど、4万系は、テニスは多いんだけど、やっぱりスピードがね、105キロなんだよね。やっぱそこがあれだよね。だから、こっちだと、それを2周、2倍だから、2倍以上だからさ、スピードがさ、その分、だから回せるから、まあ、致し方ないよね。というわけで、最後は、どの子にしましょうかね。個人的にはね、何がいいかな。まあ別に、今の現状を考えると、その、
定員数重視で行った方がいいと思うんだよ。そうなるとやっぱ下の方にあるその N700 系のこの1000番台、これがいいと思うんだけど、あ、いや待って、890か、待って、上の方にいたような線って、上越か、いい位置系、マックスか、マックス系が、あ、やっぱ定員数の方なんか、200系新幹線に比べ約4割も定員数が増加している。200系か。なるほどね。さあ、どうしようかね。これも、まあ、240、1090。いいんじゃないですか？いいんじゃないですか？ 1,2,3,4,5,6。さあ、購入しました。これも2時間半のペースでいけんじゃないかな。どうかな。とりあえず置いてみないとわからない。反転させてダイヤウィザード。まあこれも2時間半だったらカットになるかな。はい、さっきとね、同じだったんで、やまびこかな？山陽新幹線と同じ、時間間隔、2時間半だったので、まあカットになってますけど、で、今ちょっとね、フライングでちょっと見ちゃったんですけど、ご覧の通り、マックスです。はい。マックスです。進めてみましょうか。1199、マックスです。どうすればいいの？もう、本数増やさなきゃいけない？やっぱり。無理だよ、これ。うん。ほんと。こればっかしやね。やばいね。無理だよ。こりゃ。こりゃ無理だよ。人口が多すぎる、ここ。やっぱこんなんだからね。こんなんだから、そりゃ、ねえ、万人はいるだろうね。ここに。ここだけで5万人ぐらいいるだろうね。やばいな。やばいな。めっちゃここかそってんのにさ、集中しすぎだよ、ここ。やばいね。はい。というわけで、いかがだったでしょうか。いやー、なかなかね、人口密度、人口が過密しすぎてるからね、ほんとね、やばいね、追いついてないよ、うちの路線が。だからね、そうだね、次回以降は本当に、その地下鉄やら何やら駆使して、あとはね、高架駅作ってもいいよね、思いっきり。もう、これ多分、あれ10メートルか20メートルぐらいでしょ？10メートルかな？だからもう30メートル、40メートル、50メートルやって、もう、なんだろう。昔懐かしいプラレールみたいな。ねえ、あんな感じやってもいいよね。うん。多分画像を載せとくと思うけど、ああいう感じのさ、やりたいよね。こういうの、こういう A 列車でも。よりリアルな感じで見れて。いやー、でもやっぱ、本当にそうしないと、この人口の多さに勝てないと思う。うん。あとね、めっちゃ言いたかったことは、その、うん、あ、さっきから言いたかったこと？新幹線、めっちゃ、音静かだよね。ガタンゴトンガタンゴトン音しない。あと、最大の魅力、めっちゃこれ、眺めいいよね。まずないよね、こんな。新幹線がまず、あれ？ある？ないかな？僕はあんまり、その、こういう鉄道関係疎いんで、わかんないですけど、ね、新幹線がまず、こういう環状線作るってなかなかないんじゃない？普通。ないかな？ないよね。直線じゃん。普通、新幹線って。そんなぐる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 回んない。まあだからこれもね、A 列車ならではのね、楽しみなところ。こうやって並べられるしさ。すごいね。何度も言ってるけどさ、これまで。だから A 列車やめられないんだよ。そう。いやいい眺めだ。ということで、ね、ちょっとね、なんだろうな、課題しか残らない、ちょっと悔しい結果になっちゃったけどね。まあ、次回以降も、頑張っていきます。何かね、アドバイスとかあったら、ご指導、ご鞭撻のほどよろしくお願いします。
ということで、今回はこれで以上といたしましょう。ご視聴ありがとうございました。また次回お会いしましょう。アストロエゴ。